M.C. Cabin A.K.A. Don't Be Morricone My name is 70 meters up Meter height 70 meters standing M.C. Cabin Yeah えーまあ、今日はですね何でしょうこの、まあえー、10月末を迎えてですね来月、まあえーまあ、39を迎えるんですけども今日もね何て言うんですかね自分の誕生日が近づいてる時になんか死生観の話をしてましたけども何でしょう年を重ねる。 少し前にちょっとがねというか、うん、あの本当になんていうんですかね急にですよね急にまあ本当むちゃくちゃ急にですねやっぱ 子供っていいなって <laughs> 思ってきてですねえー、いやも,もともとでも子供は好きでしたはい本当に子好きでえー、ねええー、友人の子供に対してでもまあまあ全然他人の子供に対してでもですねこうなんか一緒になって遊べるうん まあそそれこそ親戚系のね、えー、子供についても全然、えー、話せるっていう話せるっていうかねこうずーっと付きあえるっていう感じなんですけどもうーんまあまあその前にね相手がどうこうっていうとこですよまあ順番的にはまあね結婚があって、えー、まあそっからのね、えー、まあ出産というか。えー そういうういことだとだ思うんですけどもまあ相手がいないと成立しないっていう部分もあるんですけどもねいや非常にまあまあデリケートな部分なんで何とも言えないんですけどもうんまあまず結婚願望はね、えー、なかったというかね、まあ、できない,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 い今のまんまではっていう 感じなんですよおこんなてえたらかな生活をしてて結婚なんてできるわけがないとおいうので、まあ、今まで生きてきたわけなんですけども、うん、でもまあもう一つねその子供のことを考えるとやっぱり30までにっていうとこも 思ってたんでやっぱり30過ぎてしまうとねうん、まあ、僕の中ではね少し厳しいかなっていう気持ちもあ,るあったんですよ。うんでまあもう一つずっと思ってんのはですね、まあ、やっぱりこう俺、ねまあ、僕のねこの、えー、遺伝子っていうものを残していいのかと。えー、こんなあのー 劣勢の、劣勢というかですね、えゆ優劣で言えばですね、劣勢の遺伝子を残していいのかと、こんな、えー、クズみたいな遺伝子をね、残していいのかという部分が大きくてですね、まあまあ、えー、まあうちの親父、まあそれまた祖父ですね、おじいちゃんとか見てきてですね、あ、もうこれは、えー、ダメだと、<laughs> おまあまあ、 別に何て言うんですかねうん今自分としてはですよやっぱり自分子供としてはえ孫としては尊敬できる部分そういやいいおじいちゃんでありうんまあいいお父じであるのは確かなんですけどもまあやっぱり第三者から見た時のうん評価としては多分感じなんでうん。 これを残さ方がいいなっていうね、自分の中での気持ちがあってですね。だから、まあ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 と、まあ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 と思ってました。はい。うん。なので、なのでですよ、本当に。うん。ねって思ってたんですけど、なんかね、 異常に、えー、子供が欲しくなってきたなって <laughs> 子供が欲しいっていう言い方あれかななんかねうん子供がいれば頑張れるのかなんかねこう弱ってきてるんですかね気持ち的にね本当になんでしょう,うんこのままこう一人で生きていく価値っていうのがね あまり見えなくなくってきたんですよ、ね、うーんまあ自分の中で楽しいけリアいいじゃんっていう人生ですけどうーんまあそれもやっぱりね何かを何かがなければ頑張れないのかなみたいなねところはなんか出てきましたねやっぱり。うーん それが当たり前なんでしょうけどまあそれが当たり前じゃなかったんで僕の中ではうんどうどう,どうなんでしょうねどうなんでしょうねって問いかけてもね聞いてる人にとったらね意味わかんないですけどもうんまあでもやっぱりなんかこうまあ周り周りって言ったらあれですけども。 まあ友人たちがですね、えー、やっぱり自分の子供をができてきてですねやっぱり家族っていうものができてるわけなんですけどもこう普通に家族を形成するっていうのがすごいことだなって思いますもんねやっぱりこう家族を作ってない身としてはですよ本当。 もうあすごいことをしてるなって思います本当にうん、まあ、まず人と住むっていうところからですねすごいあの難しいんですけど僕の場合はね本当。うん別に人と住むことには苦に,苦にはなんないんですけども、まあ、例えばその、まあ、まあそれは同性に限るのかなまあそれでもやっぱり 相手に与えていることを考えれば多少なりともうん気を使って生きてるなとは思うんですけどでもやっぱりこれねまあ異性でやっぱりまあ恋愛関係に陥る人がこう一緒に住むってなったとしてもですよねうーん。 あんまりりやっぱりねねこう考えれないんですよ、ね、普通にどうどういやでもあんまりスタンス的には変わんないと思うんですよ僕自身のね、えー、生きていくスタンスっていうのがうんただそれに耐えうる人がいないんじゃないかなって <laughs> 思ってしまうんですよね本当にうにまあ興味があるなしの部分もそうなんですけど 僕はもう本当に何て言うんですかねあんまり他人に興味がないというか興味はあるんですけどこう奥底ではないんでしょうねだからね結局そういうことなんですよ多分本当になんかね上っ面はねめっちゃ気にしたりするんですよどんなことでも。 上っ面気にするけど多分ねほんまね奥底はね全く気にしてないんですよねうんあいいやってなってしまうんですよねこれがねめんどくさいんですよね本当にこう上っ面のこの湯葉みたいなところがねあのー、うわもう本当にしてるんですよでもなんかその湯,湯葉を通過したらね もう全くああもういいやと思ってしまうところですよね。だからそういうところがやっぱりこう何て言うんですかね火がつきやすく、うん、消えやすいっていうところですかねまあ飽き性っていう言い方じゃないですけどもなんかこう予想ができたらね面白くなくなるんですよね。うん で予想だにしないところが続いてきたでまあこれが本当にどうかだからこう平平凡々が一番大事じゃないですか家庭を築くにあたってこんな,なんていうんですかこう上下運動を繰り返すような家庭なんて、ね、<laughs> 僕はダメだと思うんで。 こうね、上行ったり下行ったりっていううんやっぱり横一線ある程度まあ上がっていくことに対してはねいいと思うんですけどうんまあやっぱりこう上がるためにも頑張りますしね、うん、ただやっぱりそれが子供ができたらどうなんだろうな ちょっと思い出しきててきるんですよその女性と2人で生きていくっていうところに対してそれを維持するっていうのがねなかなか難しいと思うんですけどやっぱりそこに子供ができたら頑張れるのかなと、うん、思ったりもするんですけどね。うん まあそのこでもねなんかこう父親になるっていう怖さがあるんですよね本当うんこんな僕みたいなもんが父親になれるのかっていうねやっぱ尊敬されたいしかっこいいと思われたいですよね子供にはうんでまあできる前からそんなお父さんになれる ことはないだろうと、まあ、決めつけてしまってる部分はあるんですけどまあそれがねやっぱりこう一歩踏み出せないというかうんまあ例えばまあ今お付き合いしてる人いないですけどお付き合いしてる人がえー、満面の笑みで。 ちょっと話がある。うできちゃいました。みたいな話がね。えー、今言われたら、どう思うだろうなと思って。うん。嬉しいのか。はたまた、恐怖なのか。恐怖っていう言い方もあれですけどね。えー、そこにまたら、まあ、だから恐怖ですよね。やっていけるのか。 どうなんだと、うん、そのプレッシャーに勝てるのかみたいな、うん、そういうのはね非常に考えますよね、うん、まあ今まで,でも考えてきましたけど、うん、ど,うんどうなんでしょう <laughs> <laughs> どうなんでしょううん。でもやっぱりねなんかねそのじゃ相手がもともともうねえー、とまあ何歳であろうがいいんですけど、うん、まあでも物心ぐらいかな本当に幼稚園ぐらいのそのお子さんがいて。 でもまあ全然平気っちゃ平気なんですよね平気っていう言い方もあれですけど別に愛情を注げると思いますうんそこに逆にいいかもその俺の遺伝子を残していいのかっていうところがないじゃないですかうんでもそのお父さんと思ってくれるわけでしょ、うん、でまあこっちも息子娘ってうん 思えるわけやからそれれはそれでありなのかなその怖い部分というか恐れをなしてる部分がなくなるあとは俺が頑張ればいいだけええたとえそのなんていうの血がつながってるつながってないってねだからそこら辺がねあんまりね僕の中で関係ないかな本当にだから、うーん この話を解決するにあたって別にその女性がいなくてもそれこそ養子をとしてね養子に入ってくれるような養子縁組をしてくれるような形のねお子さんがいたら話解決するんかなとか思ったりねえ不死家庭ですけどでもそれもそれで悲しいかな。 ねえなんかその、うん、また違うかなまあそれはあの多分審査とかあるんでね、えー、絶対無理だとは思うんですけどねこんだけの収入があってとか、えー、こんな人柄でとか、まあ、そういう部分でね、えー、すぐアウトですけどね完全に <laughs>、うん、だからまあだらそういうことを考えたらやっぱりおこがましいんだろうなっていうこう子供をね育てるっていう。 こことは本当におこがましいんだろうなでもね子供もがいたらこうまた違う自分が生まれるんじゃないかなとかうん子供のために頑張ろうって思えるんじゃないかなじゃないともうこのままなんかもうどうでもいいような人生を歩んでしまうんじゃないかなっていう。 怖さがね出てきうんだからギリギリかなと、まあ、40歳手前まあまあね3十今八で、えー、あと1か月後には39になるわけですけどもギリギリかなって二十、うん、歳になるってなった時に自分が60歳うん、まあ、今の平均寿命もね伸びてね今の60歳ぐらいって若いですけど。 うん、まあそれでもですよね、うん、60歳がギリギリじゃないんだろうかと思ったりもするんですけどね本当にうに、ん、まあそのなんていうんですか稼げるあれがあったらいいですけどねそんなわからないですから、うん、やっと普通の人間になりだしたところらへんなんで。 今の状況がねそれでもですよ本当にうんだからそういう意味ではねまあだから健康体でしっかり収入源があってねなんかまあいざ別れたとしても,も私が育てていくっていう。 いそれは嫌やな。それが嫌なんですよ。僕はだからね、結婚しない理由として、離婚がするんが嫌なんですよ。うん。これが一番大きい、本当に。結婚してね、うん、離婚をするんが嫌なんですよ。だって結婚ってそういうもんだと思ってるんですよ、僕はね。うん。これがまあ古い考えなんかもしれないですけど。うん。でも結婚ってそういうもんですよ。その2人の間に、まあ、ねえ。 子供がいたららなおさらですよ、うん、その今熟年離婚とかが増えてたりしますけどやっぱり一緒にお墓に入りたいですよねそういう相手が、うん、いればいいなって思うんですよね、うん、でもまあ僕はですね 自分で言うのもなんですけどもまあ移りゲーム早いし移りゲーム早いというかだからそこまで人をね好きになってないんだろうなと思うんですよねあこの人のために頑張れるっていう人がねいればいいなと思うんですけどもうんでこれが分かんないですよでもど,どういうタイミングか本当に ももううう出会ってるかししれませんしねそういう相手に今そうなってないだけで、うん、まあ全くそんな感じはないんですけどね <laughs> いやいやいやこれがねまあまあまあしゃ,しゃあないなとは思ったりするんですけどまあこれが僕が生きてきたねえ感じですから。 もうこれは本当に仕方ないなとは思うんですけどでも、うんまあ、結局何の話してるのか分かんないですけどうん、まあ、子供が欲しいっていうとこですよね本当うん <laughs> 子供が欲しいってね俺の口から出るもんやなと思ってきたんですよねうんでこんな別に ね、これポッドキャストに残さんでもええことなんですけど、うんまあ、今思った感情っていうのはね本当にうん嘘偽りなくあることなんでこれちょっと話しとこうかなと思ってまあ長々とね20分ぐらい喋ってますけどもまあ結局答えは見つからないまま、えー、39歳を迎えるまでに。 あと僕はこうどんな、えー、人生観をね作っていくのか、まあ、こうき期待ということではい、えー、今日はですね、えー、急に子供が欲しくなった、えー、38の中年のたざれ言でございます <laughs>、はいえー、お相手は私 m c k ビ i a k n p モリカーでしたどうもありがとうございます